さあ、それではどん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 続いての選手をお届けしたいと思います。さあ、続いてはいいですね、彼も決勝に残ってくれました。ご紹介しましょう、徳渕明俊。そうですね、みんなご存知、秋です。2013年のジャパンナショナルチャンピオン、チームオーレクリエーションに所属しております。非常に軽快なフリースタイルをお送りしておりとしております。さあ、今回使うのはオーレクリエーションのドライブ。どんなフリースタイルを見せてくれるんでしょうか。さあ、ミュージックは OK、 ジャッジも準備 OK。 さあ、アキ準備 OK、 行きましょう。それでは2014 44 クラッシュ1M 決勝、徳渕明俊。見事合わし切ってくれました。